よっ、早速次からやっていこう。スウェット&ティアーズ。うん、そうだけど、あ、もしかしてあなたもマネージャー志望だったんじゃ。うん、そうだったんだけど、成り行きで。とにかく改めてよろしくね。うん、よろしくね。よろしく。全員集合。あ、呼ばれてる、行こう。なんか胸のあれもなんか凹凸が、うん、なんか佐久野ちゃんの方がまだまだ子供な感じがするよね。こんな中1で胸あるか、ある人はあるか。俺は大石秀一郎、声楽テニス部の副部長だ。ようこそ、歓迎するよ。なんか大石の存在に笑ってしまう。手塚、入部希望者が来たぞ。部長の手塚だ。なんか老けてるね。まず初めに言っておくが、我々声楽テニス部の目標は全国だ。当然練習も生半可なものではない。うっ、中途半端な気持ちの者がいるなら今すぐ帰ってもらっても構わない。帰りたいっす。帰っていいっすか。全国か、なんかすごそう。また部の規律を乱す者には厳しく対処させてもらうので覚悟しておいてもらおう。部の規律を乱すって例えばどんなん。怖い、かっこいいのにな、この部長。そうか。それから毎月の第一日曜日は合同の練習日だ。全員参加なので忘れないように。毎月の第一日曜日ね。はい。練習メニューは週単位で変わるが、今週は新入生も参加することを踏まえ全員走り込みを行う。基礎体力作りを軽視する者に真の上達はありえない。気を抜くことなく練習に励んでもらいたい。以上だ。何か質問は。なんか声入りすぎない。なんか手塚ってこんなんだっけ。あの走り込みって何ですか。わかった、説明する。優しい。俺のファイという掛け声に続くおうという声に合わせて丸ボタンを押せ。ネタ発言。タイミングが遅れたり早すぎたりすると失敗となるから気をつけろ。タイミングは体調で変化。はいはいはい。なるほど、ファイって掛け声の後におうに合わせて丸ボタン。他にはないか。ねえよ。ああ、手塚、質問じゃないけどちょっといいかな。いいね。いいね。なんかどうした。なんかおかしくね。新年度の始まりだし、みんなに俺の取ったデータのメモを配らせてもらっていいか。データか、そうだな、頼む。新入生の身長や筋肉のつき具合、ちょっとした身のこなしなどから大まかなデータを作ってみた。ん、私たちがコートに出てから今までに。ああ、まだ不十分なところもあるが、それほど的外れでもないはずだ。すごい。何これ、何これ。え、体調100、体力50、精神力50、精神力低っ、所持金10とか低っ。何、性格玉、性格根かな。オラオラ、何オラオラって、誰の真似。自分のデータをこまめにチェックすることが効率的に上達するための近道だ。特に体調が良くないときは無理をせず休むこと。体調管理も全国クラスの選手になるのが不可欠なものだ。平日はハードな、声がフェードアウトしてる。見る余裕はないだろうから休日にでも見ておいてくれ。よし、それでは走り込み始め。あ、できるかな私。はい、これは真面目にやってもらうわ。声楽、はい、あ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 、できた、よかった。あー、よかった。まだ入部して間もないというのになかなかのものだな。サンキュー。これからもその調子で頑張れ。おっす、やった、褒められちゃった。褒められてはないと思うよ。全員集合。褒められてるか。これより特別メニューのコーン当てを行う。これは本来レギュラー用のメニューだが、声楽テニス部全体のレベルアップのため、なんか声全部員で行うことにした。声お客さんだよねこれ。なんか違うように聞こえる。レギュラー用の練習か。そんなの私たちにできるの。死後は慎め。まだ説明は終わっていない。すんまそん。なお、来週以降も練習時間が長く取れる土曜日のみ追加のメニューとして行われる。
なんかもうちょっと声落ち着いてるイメージがあったけど、今日の練習を経験した上で今後は各自で参加するか否かを判断するように。声違う人なのかな、もしかして。生半可なメニューではないからな。体調の優れない者は無理に参加する必要はない。でもこの声は手塚だ。なんか練習についての詳しい説明は、声が若いってことかな。頼む。はい、どうする、詳しい練習方法の説明。方法の説明聞く聞く。コートには赤青緑のカラーコーンがね、同じように赤、はい、青黄のボールもたくさん、はい、ボールの色を見て同じ色のコーンに当てる、はい、これで技術力が鍛えられる。お、赤いボールなら方向キーを上に入力してで丸、青だったら下で丸、黄色だったら、はいはいはい、分かった。よし、それでは全員位置につけ。これは集中すれば OK、 話せないと思うけど。さあ私にできるか。本当てを始める。絶好調だって。黄色。あー、間違った。できた。赤。よし。赤じゃないのか、それ。青じゃないのか、それ。難しいぞこれ。辛いんかよ、ここの練習は。こんな練習してんだから性格が強いのは当たり前だよな。俺あ、飛ばしちゃった、ごめん。そんなの無理に決まってるよ。先輩たちだってみんなこうやって強くなっていったんだよ、きっと。堀尾くん、性格テニス部のことは何でも知ってるって言ってたくせに。体験したことないんだから、練習のきつさなんてわかるわけないだろ。それにしてもお前、女子なのによくついてこれるな。うん、体力だけは自信 あるんだけど、でもかなりきつかったよ。堀尾くんだっけ、確か同じクラスだよね。クラスで自己紹介しただけじゃ覚えられないよな。うん、俺は堀尾さとし、よろしく頼むぜ。お前さとしって名前だったんだ。でもってこいつが勝ち郎こと加藤勝郎、よろしくね。まあ、こいつらは中学生らしい、中1らしいよね。その2人の丸刈り頭がカツオこと水野カツオ。カイドウはどう見ても中二じゃないけどね。私は眠り姫子、よろしくね。でもよ、まだ仮入部だぜ。この先どんなきつい練習が待ってんだよ。ほんと口ばっかりなんだから、堀尾くんは。カチロの声かわいい。そんなこと言ったってきついものはきついんだよ。お、なんだよ菊丸先輩。お前たちあれくらいの練習でもうバテバテさ。ちょっと声低め。あ、先輩もう無理です。まだまだ余裕です。練習がきついのは当然です。まあ余裕ではないよ、私は。無理しちゃって。でもそれ正解、ピンポン。それくらいじゃなきゃ伸びないね。はい、みんなそうやって意地張って頑張ってレギュラーになったんだにゃ。にゃ、そうですか。じゃあさ、先輩の名前とかは大体覚えた？まあ、私はもともと知ってるけど。先輩はレギュラーの菊丸先輩っすよね。ピンポーン。ピンポーン。よかった、間違われなくって。もちろん覚えてますよ。でも顔と名前がなんとか一致するくらいですけど。お前はどうかにゃ。バッチリ。まあ、もう普通に。それならよかった。私は知ってるからさ。今週の部活はこれで終わり。また来週。今週の部活？あー、今日もきつかったな。体力だけは自信あったけど、さすが名門は違うな。ともちゃん、あ、お坂田さん、今帰り。こんな時間までどうしたの？あんたのこと待ってたの。ともちゃんは部活入ってないんだっけ？え、私はどうして？前に話したこと覚えてるかなって思ってさ。前に話したこと、あ、龍馬くんの情報とかなんとかってやつ。そうそう、なんでもいいからお願い。ついさっきじゃないのそれ。いいけど、どうして龍馬くん、あいつ感じ悪いし、言うした方が。言ったでしょ、一目惚れだって運命だって。ごめん冗談だよ冗談。まあ趣味は人それぞれだし。ちょっと引っかかるけど、まあそういうこと。あんたが短すぎるからわかんないの。うん、そんなもんかな。そんなもんです。でね、何？前にも言ったと思うけど、ただでとは言わないわよ。金よこせ。ああ、なんか情報とか。でも私は別に知りたいことなんて。テニス部内の親密度ノート見たくない？欲しい、くれ、100万円やる。文字通り部員同士の親密度をまとめたものよ。なんでお前がそんなもん知ってんだよ。損はないでしょ。うん、それはそうだけど。でしょでしょ、
あんたに役立つものをって一生懸命情報を集めたのよ。どんどん更新されていくの知りたいでしょ。ねっねっ、代わりに龍馬くんの情報をあげればいいのね。そういうこと。これで商談成立。あ、それと注意点が一つ。お互い機密情報だから校内ではむやみに話さない。必ず自宅から電話で、ね、徹底してんな。うん、知りたくなったら電話して。ちゃんとネタ仕込んどくのよ。じゃあね。台風みたいなのお魚さんって、でも意外と役に立つ情報かも。なんかお魚さんが小野坂さんって呼んでるんだけど。あ、そうそう。何？もう一つ注意事項。うち親がうるさいから連絡は休日の昼間に限る。ではさらば。連絡は休日の昼間？あ、これ覚えておくべきだな。はあ、もうこんな時間か。練習とお魚さんとのダブルパンツって疲れちゃったな。ただいま。よう、お疲れのようだな。もうカタクラですよ。練習きついんだもん。女の子にも手加減なしですよ。そいつは災難だな。なんせあのばあさん張り切ってるみたいだもんな。ばあさん、あ、龍崎先生のこと？ひどいですね。言いつけちゃいますよ。まあいいってことよ。古い付き合いだ。おお、古い付き合いといや。はい、これ。手紙。教授郎から手紙だ。メールじゃなくて。ああ、相変わらず達筆なんだか落書きなんだかわからねえ字だぜ。んじゃ、確かに渡したぜ。はい、ありがとうございます。手紙が何だろう、一体。何？姫子元気にやってますか？一年生のうちはなかなかコートを使わせてはもらえないでしょう。何より基礎が重要な、基礎が重要な時期であることは確かですが、コートで打つことも必要です。休日ぐらいはのびのびとコートで打ってみるのもいいでしょう。そこで同封したパンフレットのテニスクラブ、おー、紹介。どちらも俺が施設や指導についてアドバイザーとして協力したテニスクラブ、すげえな。姫子と練習相手が無料で使えるようクラブでは、お前結構金持ちなんじゃね。どちらか一つを選んだ上、大いに活用して日々練習に励んでください。それから毎月1日には中学生内のお小遣いを口座に振り込んでおきます。 PS スミルのばあさんにもしく厳しいだろう。いっしっし、なんじゃこりゃ。でもお父さん心配してくれてるんだよね。感謝しなきゃね。早速明日にでも挨拶に行ってみようと。挨拶？あ、テニスクラブね。ここから近いのが希望が丘テニスクラブ。ここなら声楽の人も来やすいよね。もう一つが自由の森テニススクール。あ、でも遠いな。はあ、いや、そんなもん希望が丘に決まってんじゃん。そうそう、ここか。立派なテニスクラブだな。本当にタダで使えるのかな。お父さんって結構いい加減だからな。でもまあ、せっかくここまで来たんだし、ここは度胸を決めて。これセーブまだ。すみません。はい、何でしょう。あの、ここのオーナーさんにお会いしたいんですけど、いらっしゃいますか。オーナーは私です。あ、あの、私ネムリって言いますけど、そのもしかして君が京志郎先生のお嬢さん。はい、そうです。私がお嬢さんでお父さんが先生だって。話は聞いてるよ。何でも単身上京してテニスを始めたとか。はい、そうなんです。君のお父さんには本当にお世話になっていてね。ここの設備や練習メニューもさることながら、ショップの品揃えに至るまで全ての面においてアドバイスしてもらっているんだ。そうだったんですか。おかげでお客様からの評判も良くてね。お父さんにはいくら感謝しても感謝したりないくらいだよ。だから君がテニスを始めたというのなら、うちの施設をぜひ使ってほしいんだ。え、本当にいいんですか。もちろんだと思う。だから遠慮なんてしないで、どんどん練習しに来ていいからね。オッケー。ああ、そういえば君は今年から中学生だと聞いてるけど。何？実は私にも姪がいてね。やはり君と同じ中1なんだよ。姪？のみちゃんかな。そうなんですか。姪はしばらくテニスをやめてたんだけど、中学でテニス部に入ってね。確か姪は君と同じ青春学園の中等部に入っているはずだから、ひょっとして知らないか。うん、やっぱナミちゃんだ。小高ナミって名前なんだよ。あの小高さんなんですか。はい、知ってます。確か今日も来ていたと思うんだけど。マジナミちゃん。このみくん、ちょうどいいところに来てくれた。ナミはまだ練習してるのかい。
いいえ、今日の練習は終わりましたのでもう帰ったんじゃないかと。そうか、残念だ。あ、いいんです、小高さんとなら学校で会えますから。それもそうだね。それより君のコーチを決めなくちゃいけないね。ということで、好美くん、今度から彼女のコーチも担当してくれないか。はい、わかりました、オーナー。これもしかして作者？あ、挨拶しなきゃ。はじめまして、私眠り姫子って言います。はじめまして、ナミちゃんに負けないくらい元気な子だね。僕はここでコーチをやっている好美です。よろしくね。なんか声優さんも一人だけ棒読みだし、間違いないよね。好美くんはこのクラブで一番人気のあるコーチなの。あ、コーチ？もちろん人気だけじゃなく実力も相当なものだから。そんなことありませんよ、オーナー。ところで君のテニスのキャリアはどれくらいなのかな。あはは、実はですね、完全な初心者なんです。へー、そうなんだ。とてもそんな風には見えないんだけどな。そうですか、でも本当に本当テニスは未経験なんですよ。実はさっきもナミ君との練習中に君の話が出たんだよ。ナミ君と同じ新入生の中にテニスは未経験にもかかわらずすごい子がいるってね。その時出た名前は確か君の名前だったんだけど違うのかな。名前はそうなんですけど、でも実力の方は。そうなのかな、見た限り君の体はテニスをするために作られた。おい、体じろじろ見んなよ。そのナチュラルでやめろ。そうなのね。ナミが言っていたのはきっと彼女のことだと思うよ。実はね、彼女は京志郎先生のお嬢さんなんだ。オーナーが僕に話してくれた本人の娘さんというのが彼女なんです。話長えな、結構。そういうことだよ、好美くん。どうやら人間関係が複雑なんだけど、彼女には基礎トレーニングをさせていたらしい。テニスを始める以前にテニスをするための土台を築き上げていたんだ。なるほど、わかりました。君が一人で来た時にはいつでも僕は見てあげるよ。やべえ、変態くせえセリフ。え、本当ですか。ああ、本当さ。改めてよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。よし、いい感じ、いい環境に、かっこいいコーチ、かっこよくはねえよ。やる気が出てきたぞ。おー。かっこいいか。あ、セーブ来るんじゃね、やっと。セーブはあ、四角カレンダーじゃないメニュー、これ。あー、おー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 、セーブ来たー。やっとセーブだよ。よし、このセーブ終わったらもう切ろう、録画。多分次回から本格的にテニスの練習が始まるんじゃないでしょうか。にしてもこのね、セーブ遅っ。ん？はいって押してるよね。え、遅っ。おっそ、反応悪。ちょっと待って、説明書読んでいい？登場キャラのとこに好みコーチが。いるわ。希望が丘テニスクラブの人気コーチ。声優さんとかは？声優さんは書いてないと。まあでも一人だけ棒読みだったし、完全に間違いないよね、あれは。てか、あれ好みって読むんだ。あんまり作者とかにさ、興味ないことが多いからさ、小田栄一郎は知ってるけど。え、セーブ遅くね？あ、やっとできた、おっそ。よし、じゃあ次回もよろしくお願いします。